ノーブレイクです。ノーブレイク、これでいきましょう。横も、はい、本当全然違うよこれ。違う違う、はい、これいいんですか、ちなみにこんなアップで撮っちゃって。なんでですか。それだって真似されたりとか。あ、それはでも編集した方がいいかもしれない、はい、本当全然違うよこれ。違う違う、はい、どうも竹子です。今日はですね、私がいつも使わせてもらってる北村聖光さんのこのライブプロっていうビスね、これね、これ使ってたらなんと北村聖光さんから営業女子が来てくれました。イエイ、はじめまして。ありがとうございます。お名前は。北村聖光の南と申します、はい、お願いします、はい、お願いします。これね、本当にいいなと思ってたんですけど、具体的に何がいいかっていうのが俺はちょっとね説明できないんで、南さんに実践しながら今日、はい、説明してもらっていいですか。はい、はい、今日は 何ビスと何ビスを紹介してくれますか。今日は、キワレ防止のノーブレイクビスと、はい、コンパネ専用のコンパネビスの2種類をご紹介いたします。よし、これがすごさ。でも俺は本当にリアルな反応を取りますからね。わかりました、はいはい、じゃあ早速せーの、いきましょう。初めてやったの。じゃあまずはどれからいきます。まずは、はい、このキワレ防止のノーブレイクビスから、はい、ノーブレイクビス、はい、ノーブレイク、これやっていきましょう。ノーブレイクだから、ブレイクは壊れるとか割れる。そうそうそうです。これ割れない。そうです、ノーブレイクビスなんで割れませんよっていう、はい、ブレイクしないっていう意味ではありませんので、はいはいはい、はい、割れないっていう意味の。すごいですよこれ。木材の端部に打ち込んでも木材が割れない、はい、で打ち込み中に木材の節に当たっても止まらない。これ止まっちゃう時あるじゃないですか、はい、あれこれ以上入んないよみたいな。そうそう、こういうね、はい、節ですよ。分かりやすく言うとこういう節。あ、そうそう、はいはい、こういうの、うんうん、ここに当たった時にね、それがない。で木材の年輪、木目に沿うことなくまっすぐ打ち込める。だから木材に沿ってこう曲がっていっちゃったりする時あるじゃないですか、うんうん、打ってって。それがなく、そうそうです、木材の節目を無視してまっすぐ入っていく、はい、すごい、本当って思ってますよ。確かに。どうなのか確かめましょうよ、みなみさん。やってみましょう。マジで俺編集なしでいきますから、ね、いきましょう、はい、はい、任せてください。じゃあどこからいきますか。じゃあ、はい、この木材、はい、一応同じ位置に、うん、端から1センチのところに印打ってるんで、はいはい、まあ、両端に、一般的なコーススレッドと、うん、でうちの、ノーブレイクビスを比較して打ち込んでみたいと思います、うん、お願いします。これがね、この木材自体も南さんが持ってきたんですけど、はい、ありがとうございます。これ割れにくいやつ持ってきてんじゃないと思うじゃないですか。DIY でよく使うこのね、ワンバイ材、ワンバイ4っていう一番柔らかいやつ、うん、だから一番割れやすいっていう経験が皆さん多いと思うんですけど、それでやるから、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、早速じゃあやってみましょうか、はい、さっきに、はい、コースレッドすぐ割れちゃうので、さっきノーブレイクビスから、はい、手元取らせていただきます。なるほど、はい、やっていきます。ノーブレイクビスが割れないよっていう、はい、ここに打ち込むっていうんだから、すごい、これしかないですよ。そうですよね、まあ、約1センチあるかないか、はい、ここ普通割れるからね、はい、でここ見てください、木目がこうなってるからだいたい斜めに入っていっちゃうでしょ、うん、まっすぐ打てるんですって。ちょっと見てみましょう。本当かな、行ってみますね。じゃあ早速いきます。はい、はい、うわすげえ、割れてない、割れてない、横もすごいっすね、割れてない、すごい、いやすごい、すごいね、ノーブレイクビス、すごいでしょ。そうなんですよ、すごい。これだけだとちょっと分かりにくいと思うので、はい、コーススレッドで、コーススレッドね、打ってみましょう、はい、これ一般的なね、もうコーススレッドなんで、はい、はい、これで打った場合ですね、これで打った場合どうか、普通割れるからこれ割れちゃいますよね、はい、普通ね、はい、いいんですか、はい、はい、いきます。あ、これもう割れた、もう割れた、横から見てもこう、あらららら、だけどね、ノーブレイクビス、ノーブレイクビスは割れてない、すごい、こっち見て、はい、割れてない、すごくないこれ、すごい。ただ打ったのが北村聖光から来た南さんだ、はい、俺が打ってどうかって、そうですね、もちろんもちろん、確かに、誰が打っても打ち方が上手いのかもしれない。いやいやいいっすか、はい、本当に本当に恥攻めますよ俺、はい、ここね、はい、行きますよ、はい、はい、
え、すごくない？割れてない。すごくない？もう本当？マジですごいじゃん。こっち、はい、こっち、こうすると、はい、こうするとやってみてください。ああ、割れちゃうね。すごいね。これぐらい違うんです。ノーブレイクビス、はい、すごいわ。これはすごい。はい、あと、あとその節、はい、節、節、木材の節に当たっても止まらないで、まあ、節ってこう木の中に表面に見えてる分はこういう、はい、ね、分かるからいいんですけど、うん、内部にもたくさん節ってあるじゃないですか、うん、はい、だから打ち込んでる途中でこう節があればこうやっぱり普通のコースレートだと止まってしまうんですけど、うん、そうで、なんか空回りしてね、はい、入んないよみたいなのがあるじゃないですか。ですけど、まあ、ノーブレイクビスでしたら、うん、あの削りながらこう打ち込まれていくんで止まらないっていう。ここに技術があるんですか、はい、そうなんです。この先端、ビスの先端がはい、コーススレッドと比べてもらったら分かるんですけど、はい、これ全然違いますよね。これ刃のような部分がついてて、それが木材を削りながら打ち込まれていく。はいはいはい、本当だ、全然違うよこれ。そう、違う違う、はい、こうね。そうです、そうです。傘みたいになってる。そう、なんかすごいエイリアンの尻尾みたいですね。うん、傘でよくない俺の例え。でもエイリアンの尻尾みたい、マジで、はい、あのいわゆるハロウィンの悪魔の尻尾みたい。こっちはもうずっと丸いから、ただ円、そうですね、グリグリしてる、グリグリしてる、グリグリしてるから、あのサザエのね、あーお尻みたいですね、うん、お尻みたい、はいはい、めっちゃ無理に例えてる、うん、いや、なんとなく分かる、もうこれ見てるから分かる。この下に、節が一応あるんです。あるよっていうところ印つけてきたんだけど、うん、俺は嘘ついてんじゃねえかなって一回外しますね、はい、一回外しましょう。本当に節がこの、ここにあるか、確かに、はい、これ2枚重なっててこの奥にあるよっていう、本当にあんのって話だから。はい、開けますよ。オープン。あるでっかい。誰ですか、お互い。すいません。でっかいのあるやん。ただ、これが分かりやすいのが、こうあってこう途中にあるという時入っていかないから。そう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 。だからわざとね、節を外してビス打てばいいやと思っちゃいますね。じゃなくて、途中にあった時に、はい、再現ですよね、だから途中にあるのを再現した、そこに入りますよってことでしょ。そうです、そうです。めちゃくちゃいいじゃんこれ。これで入っていったら俺すごいですよ、マジですごいです。これ今からテンション上がって抱きしめちゃうんですよ、ね、いや、ちょっとそれだけは興味あるから全部受け入れるわけじゃないんですよ全部受け入れてくれるよ聞いといてよかったです。こっちは嬉しい気持ちで抱きついても、受け手によってはセクハラになるから、うん、確かに今うるさいですからね、はい、ご時世ね、はい、まずはどっちからいきますか。どっちからいきましょう。あ、コースレッドからいきます。はい、コースレッドからいきましょう。止まっちゃいます。あ、じゃあ俺やっていいですか。はい、どうぞどうぞ。止まっちゃいますよって、はい、これだったら普通ね、いきますよ、はい。もうこれじゃないです。硬そう。これ無理だから、無理やり押し込めばぐらいの、うん、でもこれ無理ですよ、です。これが、はい、ノーブレイクビスだと、これ開けとかなくていいですか。これ、あ、これ見ます。これ一応見ときます。一応開けときますか。なんか手品師みたいなこういう実演の営業ってあるんですか。いや、あ、実演ありますよ。でも二人で回りたいですね、ね。これでスッて入ったらすごいですよ、これでもしスッて入ったら、はい、マジで脱ついちゃうかもしれない。ちょっとそれだけはごめんなさい。それだけはすいません。押してもダメなタイプです。2回やりました、ね、2回やりました。これやっぱガードがちゃんと硬いですよ、ね、やっぱ教育受けてるんでしょ。あー、なるほど、はい、じゃあちょっと、はい、本当に節があるか、嘘ついてるかもしれないから。ほら、悪しかもいかついよ。強そう。こっちの節の方が強そう。大丈夫ですか。強そうですね。大丈夫、ね、はい、これにスッと入るんですか。そうです。マジで、はい、削ってきますからね、多分。そうですよ、削っていくんで、なんて本当にドリルってことですね、うん、そうそうそうです、はい、先端にドリル刃みたいなのがついてるよね。もしこれでこのノーブレイクビスでここのね節、はい、入ったら、うん、
ちょっと本当に感動して抱きついちゃうかもしれないから、すぐカメラ来て。わかりました。やっぱ証拠残すのよ。そうですね。止めます。ずっと回してください。訴えられたくないから。確かに。自分の動画で自分で証拠残すなんてよくないでしょ。じゃあ携帯落っことしますね。でもちょっと本当に真面目に。はい。いいですか？どうぞ、はい。入れますよ。はい。いいですか？はい。入れますよ。いきますよ。何だ。いや、なんかごめんなさい。ごめん、なんでもないです。入れていいですか？すぐ入れてください。すぐ入れていい。ちょっとまだ入れたくないな。やめましょう、やめましょう。うわ。そういうこと言っといて抱きつくのはダメってさ。やめましょう、やめましょう。ちゃんと真面目に検証動画したいです、これ。本当に吸っていくか、もうセンター行った方がいいですよ。センターで、ここに節があるんですもんね。行きますよ。はい、はい、行きますよ。はい。うわ、すげえ簡単。全然違う。すげえ簡単。全然違うんですよ。全然違います。え、すごいなこれ。これ、あ、これ一回開けてるんじゃないですか。ここ、これ打って一回抜いて。はい。なんかどういうことですか。ちゃんと貫通してるか。これ抜く？これ抜く？これ？全部抜く。ああ、そういうことか、そういうことか。どう、中がどうなってるの？抜いていいですか？抜いてください。抜いてよくないな、これ。でもね、本当に入ってった、うん、全然違う。違いますよね。いきますよ。はい、近づきます。ほら、あ、わかんない、わかんないけど入ってたってことですね。そうですね、うん、すごい、だからわかんないぐらい綺麗に入ってるってことだ。わかんないぐらい入ってるっていう。すごい。はい、続いて、はい、コンズバ。はい、これの良さも。そうですね、コンパネ専用ビスなんですけど、はい、これ、え、何これ、ささくれ知らずだって。コンパネにズバッと効くコンズバ、はい、いい名前ですね。ね、ささくれ知らずってこれ、はい、ささくれるんですよ。あ、ほら、打った後でしょ。打った後で、その後一回ヤスリかけないといけない、うん、ウッドデッキ作ったりした時も、はいはい、ね、いちいちヤスリかけなきゃいけないじゃないですか、はい、確かに。それはしなくていいってことですよね。ささくれがないってこと。ささくれ知らず。でも俺、ささくれ知らずなんて聞いたことないですよ。で、一般的に、ね、だいたいささくれしますよ、ね、はい、多いですよね、ささくれるのが。ですけど、はい、うちのポンズバはささくれ知らず、はい、すごい、はい、これもちょっと、はい、試してみてください。これはもうささくれなかったらもうどうしよう、チューしちゃうかもしれない。それはちょっとすいません。なんかだんだん上がってますよね。断られてるのに上がってますよね。普通段階より上がってない。そう、下がっていかないです。え、じゃあまず普通のコンパネビスとの違いはこれどうなってるんですか。これはですね、先端の、はい、先っぽのところにダブルエッジって言って縦に線が入っているんですけど、まあ、これによって、まあ、あの気割れ防止作用もあるんですけど、あの木材、はい、を、まあ、ささくれしにくいような形状になってます、うんうんうん、でこのあとは首下のところですね、はい、これもエッジがついてまして、まあ、これがまあ主にこうささくれを起こしにくい形状。へー、面白い、はい、形が違う気がします。そうなんです。ちょっと他社さんとは少し違う形状。あ、だから先っぽも、はい、あとこの下のとこも細工がしてあるんですね、はい、そうです。で、俺ささくれってもう ここの部分だけで起きてるのかと思ったら違うんですね。そうです、はい、入り込む時も大事なんで、はい、じゃあ一応一般に売られてる方でどのぐらいささくれがあるか、はいはい、見てみましょう。じゃあここから取りますね、はい、いきますよ、はい、あ、できました。あ、これね、このあ、落ちちゃった。分かりやすく、あ、分かりやすく、でもこうね、はい、ささくれが起きるでしょ、はい、これが起きないってある。そうです、起きないです。コンズバいきますよ、はい、はい、綺麗、綺麗、すごいね。欠けてないもん、周りは。ささくれが、はい、え、すごいな。ちょっともう一本ずつやっていいですか、はい、こっちとこっちで、はい、うん、やっぱりここささくれるんですよ、はい、ささくれないってすごいな、これ。ささくれない、わかった。わかります。入りが全然違う、うん、人差し、人回転目っていうの、うんうん、あれがスッって入ってグワッていく。これがやっぱり先端の形状がちょっと、はい、加工されてる。すごい、はい、これすごいですよ、はい、
めちゃくちゃいいの今日紹介してもらっちゃって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざ大阪から来てくれたんですよ、はい、ありがとうございます。すいません、お招きいただいて。すいません。これはめちゃくちゃおすすめです。はいね、はい、DIY ですごい、ね、マジで、うん、だから本当はあれですよね、業務用というか、はい、プロ仕様ですよね。プロ仕様です、はい、プロ仕様だけど皆さんこれ国産なんで、はい、ちょっとお値段ちょっと普通のコースレットよりか高いですよね。そうです、普通のコースレットよりやっぱりちょっと付加価値がついてますので、その分少し高めにはなってますけど、ほらダメになるビスが少ないから。そう、そうです。でビスのロスがないのと木が割れないってことは木のロスもないから、そうです、そうです。トータルで言うとお得ですね。実はビスをケチらない方がいいですね。そう、そういうことなんですよ、うん、ね、はい、やり直しの手間もなくなりますもんね。そうです、これはめちゃくちゃいい。だから皆さんおすすめ。おすすめ。はい。北村聖光さんのライブプロ。はい。おすすめなんで。はい。ください。あ、それと、代理店ね。あ、竹取ノミネーションでやらせてもらえるんですよね。そうです、そうです。もうだから、はい、あの、一応説明概要欄に北村聖光さんの、URL 載せておきますけど、はい、竹取ノミネーションを通した方がお得かもよ。メールください。どちらにメールでもいいですね。大丈夫です、はい。どちらにメールでも。手には入りますので、はい、皆様よろしくお願いします。お願いします。みなみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。なあなあ、またも作っちまって Do it yourself。 見てらっしゃいな、読んでらっしゃい。ワクワクしてんな、 DIY。 本当に割れない。